NHK という NHK と裁判してると弁護士法72条違反でという名の国政政党党首、略称 NHK 党の党首立花孝志が NHK をぶっ壊すということで、平成じゃない令和3年2021年9月16日15時34分であります。 NHK が放送法違反をしている。これまで、まあ、政党名もそうですが弁護士法72条違反のところをフューチャーしてきていたんですけども、これはまあ僕はもう8年ぐらい前からずっと指摘しているんですが、 NHK という組織は放送法64条の2項ないし3項違反をしています。これはずっとやっていて今もしています。でそこについてちょっと改めて昔ずっと言ってたのでこれは皆さんが共通の知識だと思って、最近細かいことをこういうふうに言ってなかったんですが、もう一度おさらい、放送法違反というのは、この64条第2項および64条の第3項については犯罪になります。100万円以下の罰金というですね、犯罪になりますので詳しく解説していきたいと思います。ちょっと長くなると思いますが、お付き合いいただければと思います。これだから NHK は、我々の名前コールセンターに電話したりとか撃退シールを見ると逃げて帰るということですので、何も NHK の人を我々は脅しているわけではないということでNHK 撃退シールがどうして効果的なのかということについて基本からぜひ勉強していっていただきたいと思います。まず放送法64条第1項読み上げます。教会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は教会とその放送の受信についての契約をしなければならない。途中でラジオうんぬんとかあるんですかとね、それはちょっとかつ省略しましょう。まあ教会の放送つまり NHK の放送を受信することのできる受信設備を設置したものはと書いていて、これは世帯とは書いてなくて物、誰か人のことを指してるんですが、 NHK とその放送の受信についての契約をしなければならない。まあこれ有名な放送法64条の第1項の条文です。これは国民の皆様方の方に義務を課しています。この64条1項には罰則はありません。次第2項です。僕が NHK が犯していると言っている第2項です。教会はつまり NHK はですね、教会はあらかじめ総務大臣の認可を受けたもの、認可を受けた基準によるものでなければ全校本部の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。これ受信料を総務大臣の許可なく免除していけませんってやってるんですね。これ実際免除しているんですよ。で特に第3項です。第3項、教会は第1項の契約の条項についてはあらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するとき、しようとするときも同様とする。つまり契約の条項、これ何ですかっていうとここに書いてあります。日本放送協会放送受信規約、契約の条項には放送受信契約書の提出というところにあって、この第3条、規約の第3条を読み上げていくと、受信機を設置した者は伝えなく次の事項を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。で、1、受信機の設置者の氏名及び住所。2、受信機の設置の日。これ大事です。受信機の設置の日。3、放送受信契約の種別、これ衛星放送か地上放送かっていうことですね。4、受信することのできる放送の種類及び受信機の数というのが決まってるんですよ。で、この第3項、64条第3項によって決められたというか総務大臣認可を取ったものに対して、じゃあ NHK はどういう契約をしてるのかっていうのが、これ、まあ、個人情報があるので伏せてますが、黒塗りしてますが、これが NHK のやっている契約書です。これそれぞれ別々の人です。まずこちら旭川市の方、これ女性の方なんですが、最後身だけ出してますが、
平成21年7月26日に契約を締結しているんですが、まず先ほどの契約の条項にある受信機の設置の日であるとか、受信することのできる放送の種類及び受信機の数、これ見ていただければ分かるんですが、どこにも書いてません。お名前と印鑑、住所、電話番号で、ここには受信機の数っていうとこ書くとこあるんですが、空白になってます。何よりも受信機の設置の日を書くところが欄がないんですね。で、NHK はこの日が受信機の設置日だという主張を過去の裁判でしてきたんですが、この日付よくご覧ください。これ本人、女性の方、奥様なんですが書いた、まあ、電話番号72の7と2、この7と2と上の2と7、明らかに違う筆跡なんです。これつまりこれ集金人がこの日付書いてるんですね。で、そもそもこちらの方、受信機を設置したものっていうのが契約義務者ですよね。これ奥様であって、受信機を設置されたのはこれご主人なんです。住民票を取り寄せました。で、まあこれ隠してるんで、これ黒塗りしてるんで、同じ人っていうのは、同じ、まあ夫婦っていうのは皆さんに証明しようがないんですが、これもちろん同じっていうか夫婦です。で、最後みの方と最後カズ、まあ、ご主人さんですが、これよく見てください。住民票の受信機の設置日というか転入日、平成21年7月の9日となってるんですね。つまりこの契約書は本来はご主人の名前で、そして受信機の設置日がどこかに書いてなければいけないです。21年7月の9日と書いていなければいけない。もちろん受信機の設置台数が1台2台、そういう数字も書いていなければいけない。これが法律なんです。で、今これでこの奥様が今裁判をされているので、正しい契約書、ご主人の名前で契約書を提出して、奥様の契約はまあ無効ということをこれからしようとします。これ後ほど解説します。で、別の方、これ別の方、この方も実は女性なんですが、この方も数字よく見てください。平成22年6月22日、この2が4つ、6が1つ、同じく電話番号で2と6書いてます。明らかに別人が書いてるんですよね。で、当時、今から10年以上前の NHK は、そもそも受信機の設置日を書かなければいけないと。この規約はずっと変わってないんですが、受信機の設置日を記載しなければならないっていうことすら NHK は知らなかったんですね。で、受信機の設置日っていうのは何ですか、どういう意味があるんですか、法的にっていうと、3条の次の第4条です。放送受信契約の成立っていう説があって、第4条、放送受信契約は受信機の設置の日に成立するものとするつまり今日契約をしてもテレビの設置日が20年前ならば、20年前に契約は成立をしている、そして20年分の受信料は払いなさいということなんです。で、これは平成29年の12月のちょっと何日か忘れましたが、最高裁の大法廷の判決でもその考え方が正しいということで、お墨付きというか最高裁の判決をもう経ています。つまり受信機の設置日を、これ NHK は平成25年ぐらいに書かすようにしだしたんですが、それまで書いてないんです。書いてなかったんです。で、僕がこれを指摘したんです、8年ぐらい前に。お前ら規約守ってんのかと。この契約書にどこに受信機の設置日書いてあるんだ。で、 NHK が慌てましてすぐに対応してきました。今の契約書には受信機の設置日っていう欄が記載するところがあるんですが、これよく見てください。受信機の設置の日が記入日と同じ場合、この欄の記入は不要ですというですね、姑息な方法で
記入日イコール設置日であるということを未だにしています。契約をした日を受信機の設置日にいわゆる誤導して誘導して過去に遡らないようにしている。これ今もやってます。で、この今ご覧いただいたこの書類、2019年8月 NHK 営業局が出している文章です。タイトルは受信契約書と記入に関するルールの徹底、法人事業者の皆様取扱い注意秘密情報。2019年8月というのは我々 NHK 党が当選をした翌月です。国政政党になった翌月です。 NHK はこのような秘密の文書を委託会社に配っています。何も秘密にするようなことじゃないですよね。受信契約書の書き方を指導するわけですから。でこれは例えば衛星放送と地上放送、地上契約衛星契約については間違いがあったら必ず二重線を引いて訂正をしなさい、押してもらいなさいとまで、衛星契約か地上契約かについてはこと細かく指示を出してるんですが、受信機の設置の日と契約締結日の類違点というところについては、まず受信料の支払いは受信機の設置日の月から払うということ、ここ書いてます。お客様から受信機設置日について尋ねられた場合は放送受信料は受信機の設置の月からお支払いいただく必要があることを説明します。つまりお客様から受信機の設置日について尋ねられなければ自分の方から委託会社の方から聞くなという反対解消ができますが、まあここはまあ問題ないでしょう。次です。設置日設置月を覚えていない、わからないと言われた場合は確実に受信機があった月の末日を申し出ていただきます。放送法64条、まあ64条参考違反ですね。そんな分からなかった場合は確実に受信機があった月の末日からっていうのはどこにもそんなルールはありません。でさらに詳しく聞かれた場合、ここですよ、さらに詳しく聞かれた場合は契約書の設置日欄を指さし、こちらに書いてある通りですと案内します。ここに書いてる通りですって案内するわけですよね。じゃあここに書いてるものを見たときに受信機の設置日がわからない人が納得できるんですかっていうことになると、これを見て納得できる人いませんよね。これ受信機の設置日が分かってる人ようですから。でさらに この文章はここまでなんですが、今 NHK 党で内部告発者党の党首として頑張ってくれてる元衆議院の斉藤君が、この間裁判所の法廷で宣誓をして嘘をつきませんと僕の刑事事件の証人として出た時にこう言っています。受信機の設置日について聞かれた時には直ちに辞去するように言われています。つまり帰れと言われてるって。受信機の設置日については契約のスタートの非常に大事な契約の絶対必要な要件なんですよ。まあ難しい言葉で言うと NHK の受信料債権、まあ、受信料というのは基本権という基本的な契約書から派生する私文権、契約があって日にちが経つと2ヶ月で2620円とかそういう基本的な契約のもとに日が経つことによってお金を払う契約っていうことなんです。これまあある定期金債権とかそういう言い方するんですが、まあ世の中でめちゃくちゃ分かりやすいのは家賃とかガレージ、駐車場を借りたりとか家賃とか、まあ携帯電話もその一つですよね。まず基本の契約があって、家賃の場合は家賃月じゃあ5万円です。で、それいつ払いますか、家賃の当月中の月末までに5万払ってください、メーカーに書いてますよね。日が経てば経てば5万円、また5万円とこうなんで、これ私文権って言うんですね。
ガレージもそうですよね。じゃあこの時にいつからかってすごい大事でしょ。だって契約を交わす前から住んでるっていうパターンはなかなか難しいかもしれませんが、例えばガレージなんかもう空いてます、駐車場いいですよ、先使っておいてください、ね、今からいいです、契約はちょっともうじゃあ後でいいです、とりあえずもう止めてもらっていいです、その代わり今日から日割りでいただきますよと、こういう契約っていうのは別に問題ないわけですよ。つまりこの基本権というのはいつから発生するのかっていうのはめちゃくちゃ重要なんですよね。もちろん NHK からすれば契約は今月だけども、テレビを置いていたのが2年前だったら2年前に遡ってもらわなきゃいけない、これ当然のことですよね。これめちゃくちゃ当然のことなんですよ。固定資産でもそうですよ。固定資産を持ちました。例えば固定資産ってどういうものがあるかって言ったら、ちょっと高額なコンピューターとかね、まあ、コンピューターだとちょっと分かりづらいかもしれないんですが、まあ車でもいいんですけど、まあ車の場合登録するからって言うんですけど、まあいずれにしてもじゃあ税金で何か固定資産を払わなきゃいけないものを取得しました、それを税務署に届けた日から課税しますかって、そうじゃないですよね。取得した時から税金払わなきゃいけないんです。つまり法律上 NHK の受信料というのはテレビを設置した月に遡って払う、これもある意味当たり前なんですよ。4月に就職をして4月から就職や進学で家に住み出した、親元から離れて住み出しました。 A 君は4月から真面目に契約をして受信料を払いました。 B 君は1年間契約をまあ懈怠してまあサボってですね、2年生になってから、あるいは社会人2年目になってから契約しました。じゃあ2年目から払えば真面目に払ってる A 君、法律を守ってくれる守ってる A 君はバカを見ることになりますよね。1年分余計に受信料払わなきゃいけないから、だからこの国の法律は必ず遡りなさいってやってるね。だそれを NHK は未だに無視してて、こういう我々 NHK 党が国政政党になってるのに未だこういう文書を使って受信機の設置日について聞かれたら逃げなさい、これ今の NHK 状態なんです。でそれを総務省も他の国会議員も警察も動かないんですよ。これ犯罪ですからね。ちなみに、放送法の185条ずっとこれ遡らなきゃいけませんが、罰則規定がちゃんとあります。放送法の185条には、罰則と、ここね、第11章183条から罰則というのが明確に定められていて、185条にこう書いてます。次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした教会または学園の役員を100万以下の罰金に処すると書いていて、この中に第2号ですよね、第64条第2項もしくは第3項、明確に64条の2項と3項は100万以下の罰金って書いてるんですよ。でこれをちゃんと適用しなさいと僕はずっと警察や検察、そして、もちろん NHK にも総務省にも言ってるんですが、これを無視しているっていう状態で、この国は本当に法治国家なのかと思ってます。で僕の方の発信も昔これを追及してた時にずっと言ってたんですが、まあ最近そういう説明をしていなかったので、まあ新しくね僕の YouTube を見た方、もちろん忘れてる方もいらっしゃると思うので、これ重要 なポイントなので今日ちょっと真面目に解説をさせていただきました。でこの先じゃあどうしようかと、昨日の総会でも言ったんですが、まず先ほどの奥様の契約でご主人の住民票を見せたものについては、まず今奥様に NHK は裁判をしてきています。その契約書には受信機の設置の 日はありません、書いていません。で、契約したのは21年7月26日になっていますね。
で受信料は7月から払ってるんです。でもこの裁判に対してこちら側とすれば、そもそもテレビを設置したのは夫ですと、この今裁判になっている住所の前にテレビを持ってたのはご主人 でご主人がその家にテレビを持ってきたから、放送法64条第1項の教会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものはという主語に対してはご主人だということをまず主張します。ね、それは家族の誰でもいいだろうと NHK は言ってくる。もちろんそこは そんなに必死にそこを争うという気はありません。問題はやっぱりここなんですよ。こちらとすればちゃんと受信機の設置日である平成21年の7月の9日を受信機の設置日としているもの、そして受信機の設置台数は1台であるっていう完璧な契約書を提出する。 NHK の出している契約書っていうのは瑕疵があります。まず一つ、受信機の設置日書いていません。仮にこれが受信機の設置日だと NHK が主張してきたら、これは書いたのは集金人が書いてます。筆跡が明らかに違います。そもそもどうやって、だいたい7月の26日に契約して受信機の設置日が7月26日の可能性って極めて低いわけですよ。もう聞けばいいじゃないですか。いつテレビ、いつ引っ越したんですかって聞けば済む話を、そもそも契約書に書く欄を設けてないから、それ気にしてなかったんですよ当時 NHK は。で、この契約自体が放送法違反、放送64条第3項における契約の開始日が書いていない契約だから無効という主張をこれからしていきます。で、じゃあご主人が結局受信機の設置日を遡ってやったら同じじゃないかということがあろうかと思います。お金の負担にすれば同じというよりも、奥様の方は平成21年に契約しているので、今17万5820円の請求が来たんです、裁判所から。ところが時効を使いますよというと、もう NHK はここの70ヶ月分7ヶ月だけ払って2010年の1月から不払いしてたんですが、この約5年数ヶ月分、70ヶ月分はすでに5年以上経過してるから時効によって消滅するっていう主張をしたら、 NHK もそれを認めて8万8730円を払えというように請求を縮めてきた、減額してきたんですが、まあ、よくよく見たらそもそも奥さん契約する必要ないじゃん、ご主人じゃん。だからご主人が契約をすると、これね、受信機の設置日が、あ、ごめんなさい、契約日がまあ9年7日、まあ、平成3年9月のまあ今日とかにしますけど、実際おとといか、おととい契約書送ったんですが、こっちだと時効使えないんですよ。これ最高裁で上も下もこっちは契約して不払いの場合は5年の時効がありで、未契約で不払いの場合は5年の時効は使えません、20年でも30年でも時効は使えないというそれぞれの最高裁の判決が出ます。こっちが平成26年ぐらい、こっちが平成29年です。つまりこんなことをすると、この お家このご夫婦は経済的にはこの部分を払わなきゃいけない、9万2190円を多く払わなきゃいけないので損なんです。でもこっちの契約が正しいんだから、こっちの契約を今から裁判で主張していきます。なぜそんなことをするんですかって言えば、 NHK 側がこの契約書だと言い続けるんですよ、これまでの僕との争いでね。だったらもう正しい契約はこれなんだということをNHK に示すこと、そして裁判所にもしっかりと受信料というのは遡って集めなきゃいけないということを理解してもらうということからコツコツ始めていこうと思っています。で、もう一つのこれ奥様が契約した案件、さっきこっちが旭川でこっちの方ですね、こっちの案件についてはちょっと口頭で簡単に説明すると、32年前にお家に住んでました。で、当時前夫、前のご主人と32年前に住み出しました。そして、
そこから約15年後に離婚をされたそうです。でご主人は外に行きました。別の家に住み出しました。その家に残ったのは奥様だけ、いわゆる NHK から訴えられている女性の方なんですけども、じゃあこの方が契約をしたのは今から、22年ですから11年前かぐらいですかね。でも離婚しているのはもっと前なんですよ。でこれも今住民票取り寄せてもらってます。まあ分かれ、もう具体的に言うと22年に契約してるんですが、家に住んだのは2年なんです。離婚したのは20年なんですね、平成で言うと。なのに22年からの受信料しか払ってないんですよ。でこの奥様に聞いた、この女性の方に聞いたところ、いやいや NHK の50代の男性の人が来て夜の8時半ぐらいに来たって言ってます。何度も来てたんですって。で要件はっていうと、受信料払ってください、滞納してる受信料払ってくださいってこう言われる。で奥様は、この被告の女性は、いやそれは別れた前の主人なので私は知りませんとこう言ったそうなんです。そうすると集金にはよく分かりましたと。じゃあご主人が滞納、前のご主人が滞納してる受信料はこれ一回チャラにするというか、これはもう払わなくていいからここから払ってくれと言い出した。でそれで集金人が、この契約書を作ったと。集金人がこの日付入れたんです。22年6月22日字が違うでしょ、数字がね。これまさに64条2項違反ですよ。徴収すべき受信料を勝手に免除して新しい契約を取り継ぐ、ダメでしょ。前のご主人が不払いをしたのならば、今住んでる奥さん、これ夫婦は共同で払わなきゃいけないんで、ご主人がどっかに転居しようが奥様はこの平成2年からの受信料って払わなきゃいけないんです。平成2年からご主人が払っていなかった分は奥さん払わなきゃいけない。もう一度おっしゃってください。そういうことをしておきながらね、これで裁判してきてるんですよ。すみません、あれだ。でここについてももうね、これ奥さんがご主人と離婚した平成20年度の書類を取り寄せて、同じこの女性の名前で正しい契約書を出してやろうと思ってます。とすると22年の契約っていうのは無効にできるでしょ。受信料はその代わりに年分たくさん払わなきゃいけません。でもそれは払います。なぜならそれが正しい法律であり、正しい支払わなきゃいけ、正しく支払わなきゃいけないお金だからです。ちょっと僕の戦い方、ここまで NHK にお金を払わないにしようとか、そういう考えで来たんですが、受信料はちゃんと払った方がいいです。これはただこの平成22年にやられた、その個別訪問された時に過去の分はいらないと言ってるのは、これは明らかに放送法64条2項違反であり、そういった交渉をすること自体が弁護士法72条違反にも当たってきます。だからこの平成22年に来た集金人を裁判所に呼び出すということをこれからまあやっていこうと。でこの2件だけじゃなくて、今後も新規の契約については NHK は受信機の設置日を欠かさない、書かないことによって契約日、記入日を契約にしていこうということをこれからしていくと思いますので、それについては徹底的に不正な契約だ、少なくとも瑕疵のある契約だ、いわゆる問題がある契約だということをこれからしっかり追及していこうと思っています。これは総務省に対しても同じように、やっていきたいと思っております。ということでね、これまでは NHK にお金を払わない方法を一生懸命考えていこうと思ってたんですが、あえて相手の嫌がることをやっていきたい。で、まあ、最後になぜこんな法律になってるかってめちゃくちゃ簡単で、 NHK の受信料っていうのは分担金なんです。使用料じゃないですよ、分担金。つまり電気やガス、水道は使った分だけ払う使用料ですよね。使う人が多ければ、その電気会社や水道局の支出が増えます。支出が増えるから収入をもらわないとやっていけない。だから電気ガス水道は
使用料を払ってくれなければ水も電気も止めるんですが、 NHK の場合は分担金で払う人が増えても制作費は変わりません。支出は変わりません。つまりたくさんの人が払ってくれれば一人当たりの分担額、分担金が下がるから、このような遡れという法律が作られているんです。公平負担ですよね。 NHK のいつも言ってるのは、視聴者に公平に負担してもらうことによって正しい公共放送、まあ、受信料制度をやると貫くと言ってるわけですから、受信契約の締結が遅れた人、まあ、専門用語で言ったら懈怠をしたとか、遅延じゃないな、懈怠とか怠けたとか、まあ、法律用語は懈怠というんですが、まあ、契約が遅れた人は遅れた時から払えなんていうのは当然ありえないことなので、そんなことはできない。もちろん受信機の設置日がわからないければ、それはテレビの保証書を見るなり、入居の住民票を調べるなり、電気やガス、普通ね、入居した時に電気やガス、電話、まあ、電話は今やらないけど電気ガス水道改善しますよね。受信機の設置日がわからないなんてことありえないんですよ。それを未だにこのようにね、わからないと言われた場合には、覚えていない、わからないと言われた場合には、確実に受信機があった月の月末を申し出ていただきます。これね、 NHK 側はお金が欲しいんじゃないです。契約率が欲しいんです。なぜならば国会で契約率が下がると NHK の予算が承認されづらくなるんです。だから過去に遡るというと、いやもうそんな5万も10万も払えませんってなって契約してくれないから今からでいいですと言って NHK は放送法64条の2項や3項を違反して契約の取り次ぎを行っているっていうことなんです。ここはもう本当に国会議員や総務省の人間、もちろん弁護士とか一般の人もそうですけど、法律違反してるのは NHK なんで、皆さんの周りで NHK と契約をして受信機の設置日に遡って受信料払った人って聞いたことありますか？ないんですよ。堂々と放送法違反をしているのが NHK だということです。最後に今日放送法4条違反、昼帯とバイキングっていう番組が放送法4条違反の変更放送をしていると、変更報道をしているというような、ツイッターでのダイレクトメールがありましたが、変更報道というのはこれは主観です。何をもって変更というのかというのは、その人間が右や左に傾いてたら、もう極右の人は左に見えるし、極左の人は右に見えるんですよ。 NHK の番組っていうのはまあ、NHK とか民放も含めて大体真ん中に近いんですよ。あんまり寄ってないです。だから山本太郎さんは NHK にお前ら安倍政権の味方だろうと怒ってるわけですよね。山本さんは極左だから。で、極右の人から見たら今度 NHK は中国の、韓国が中国の味方だろうとかっつって、極右の人からはそう見えるんです。つまり変更報道というのはその人の立ち位置によって違うと。でこれは僕いつも言ってるんですが、料理の例えたら、もう辛いのがめちゃくちゃ好きな人からすると、この、ね、料理は水、まあ、の辛くないと、味が薄いからまずい、だからこんな料理にお金払いたくないという人と、もうめちゃくちゃ薄口のが好きな人はこの料理は、ね、辛すぎる。で、料理のうまいまずいっていうか、美味しい美味しくないで料金を払うか払わないかを決めたら世の中むちゃくちゃになるので、美味しいか美味しくないか関係なく注文したらお金払ってください。ただし料理が腐っていた場合、いわゆる保健所でいうところの食中毒になるような腐っているものを提供された場合は、これお金払う必要性がないどころか損害賠償もらえますよね。体に有害なものを入れた、まずい料理は不快に思うけども、腐っている料理は健康を害するんで全然違うんですよ、法的に。それと一緒で、NHK の番組が右寄りだ左寄りだ真実じゃないとか言ったところで、それはその人の主観です。でもこの受信料という制度に関しては、明確に受信機の設置日に遡って受信料を取りなさい、そうしなければ100万以下の罰金ですとまで放送法に書かれているものですから、白か黒かは客観的に見てはっきりと分かるものですから、ぜひね、これまず NHK の放送法違反について多くの国民の皆さんに知っていただいた上で、
大丈夫か NHK と、ってか、まあ、その上でさ、どうやっていったらいいのかということを、まあ、みんなで皆さんでも考えてもらうしかないかなと思っています。私はまっとうなことしか言わない、法律の方ですからそれしか言いませんので、あとはその先どうなっていくのか、ちょっと、まあ、見守っていきたいというか観察していきたいと思います。以上です。長くなりましたが終わります。 NHK と裁判してると弁護士法72条違反でという名の国政政党党首、通称略称 NHK 党党首、立花隆が NHK をぶっ壊す。